マニーパッキョー VS 鈴木千尋7月28日 <laughs>、えー、契約体重6 8キロ契約3分3ラウンド非公式マッチノンジャッジメントディシウムン、えー、フルスロットルで男と男が。 とつき合って。やるかやられるかの試合をします。まさにザ。ザファイト。そういう試合を二人が見せてくれます。はい、えー、そうですね、もう。こう試合決まって、もうやることは一つ。とにかく。勝たなきゃダメじゃないですか。僕はノックアウトのライジを背負ってるんで。なので、絶対勝ちます。アイゲームヘイトファイ。ディスカベンジャージュライルネイ。ええ、な。 we don't need the judge. We, uh, i remember that my first and last fight here in japan, that was uh, 1998, and uh, uh, only first round, and that's my mission to, uh, to come back here to, uh, to do it again. Like, uh, uh, although the fight is uh, three rounds, but uh, i'll do my best to make it uh, faster than that. それで私は7月の28日に試合をするというのを発表するために今回来日しました日本で最初で最後の試合となるのが1998年1回試合したんですけれどもその時は1ラウンドで終わらせたんですけれども今回もミッションとしては同じことを目標としてやりたいと思います3ラウンドっていうふうに設定されていますがそれよりも早く終わらせるために全力でやりたいと思います You know, so I just want to uh, say to everybody this is not an uh, exhibition. This is a, a fight, a three round fight. Um, we will uh, looking for a, uh, a knockout for this fight. So you better watch, and going to be a lot of action um, in the ring. And uh, of course, uh, I'll do my best to win by knockout. Thank you. そして改めて言いたいことなんですがこれはエキシビションではありませんこれはしっかりとしたファイトになりますお互いがノックアウトを目指してしっかりと戦いに行く試合になりますのでこの試合は絶対に見逃さない方が良い,いと思いますバックスは学ぶことはないですチヒロが経験することができます

必ず彼はボクシングについて学ぶと思います、自分が学ばしてあげますそうですね、やっぱそう言ってもらわないと、やっぱり、あの安心しました、やっぱり、絶対そう言っていくるんだろうなっていうのは、僕は分かってたんで、でもその、ボクサーのパンチは当たらないです、あのパッキャオには。 当てることが僕はできるんで、なので、僕はパッケオ選手がボクシングを学ばせてもらいますけど、僕はパッケオ選手に、を学ばせますそうですね、やっぱこの、まあ、常に倒すことを考えないとだめなんで、あのまあ、気抜いてる時間はないんで、もう最初から最後まであの、12ラウンドではないんで、3ラウンドなんで、それはパッケオ選手も分か,る分かってると思うんで。 なので、えー、1ラウンドから3ラウンド全部1秒たりとも抜くことなく倒すことに専念しますよ。